この道いいやん。本物王国を通過中です。前方には今日泊まる円山荘が遥か彼方山の頂に見えます。相当いいぞ。すごいなんか神々しいな。幻想的ですね。まさにラピュタが目の前に見えてますよ。あのつば九郎さん美しい。うわ、すごいな。